いやいや、なんかいい話あります？なんかこう佐藤さんが聞いたここは希望を出していいっすよ、レオさんみたいな。あ、これはでも実はたくさんあるんですよ。たくさんめちゃくちゃありますね。今それこそレオさんのも僕普段聞いてたりだとか、あとメディアさんのやっぱ記事とかもいろいろ見るし、だから戦術のこととかも大体まあ、そうかななんて思うこともたくさんあるんですけど、あの森保一という男は、はい、それをへーってこう流す人なので、そうですね、うん、うん、だから今やってることとか全部お笑いじゃないけど振りにして意外と本当にやらなきゃいけない局面だ。これ予選は多分突破すると思ってるんですけど僕は、うん、意外とワールドカップであら何だったのアジアっていうことやってくるかなっていう。それはいい意味での何だったのアジアですか？あ、そう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 。例えばっていうかこうだ今はこういうふうにぐだついてるけど、うん、ワールドカップですげえいいサッカー見せてくれみたいななんか、うん、情報というかなんかあるんですか？巧妙が。あるね。何ですか？やりますよ。教えてください。今やっぱりてか今回まさになのが JFA さんがちょっともともと怯えてたんじゃないか説があるんですよ。誰にですか？ハリルに。いや、監督というもので、代表監督というものすべて。ハリルのせいですよね、絶対。まあ、ハリルのせいなのか、選手のせいなのか。暴れ回られたから、マンズウェイっていう、この鎖国ってことですよね、だから。でもそれって、うん、そもそも選ぶ前に、うん、その調査とかもなかったわけですか？何をですか？何をするであろう人物がとか。とか、だってハリルのやってるサッカーって別に変わってないわけじゃないですか、日本代表になる前。だからそこはやっぱ変わんなきゃいけないんじゃないですか、やっぱり。内側のその選考委員の方がってことですか？そう。でもそれでまあじゃあハリルじゃなくなって、西本さんがまあスポーツ的にやって、森保さんになってで、その勝負どころのまあアジアカップだとか、コーパアメリカ、オリンピックとかいろいろあった中で、やると言われて何度もやんないんかいのノーアル高詰め隠して普通の深詰めちゃうんかいになってったじゃないですか。こうしてないとはい、詰め隠すで深詰めで見えてなかっただけだよってなってるわけじゃないですか。そうだね。今佐藤さんが僕のチャンネル出てくれてやっぱ今見てくれてる人たちは、それには騙されない俺があるわけなんですよ。でもそれあと1回4回の正直はじゃあ、信じてみようかなってなる、欲しいですよ。いや、それよね。まずやろうとしてることとしてやっぱすごいなと思うのが、まずこれ皆さんも気づいてるし、もちろんレオさんも気づいてると思うけど、やっぱりすごいのがスポンサーへの配慮ね。まずもういい。この説もういらないですか？スポンサーへの配慮って、それだって森保さんがやんなくてよくないですか？いや、本当そこもやらなくていいんです。でもそれをやって、この間だって皆さん聞きました？ダゾーンでご覧になってる皆さんっていうところまで行ったの見ました？みんな。いやだからそれも言わない誰も。そこが今実は JFA とかサッカー局ちょっと足らないとこなんですよ。スポンサーへの配慮が足らないですか？ごめん。そこって言い方が俺おかしかったですね。いわゆる全部ちょっと森保さんに任せすぎてる感ある。あれなんですか？そのスポンサーとかそういう営業部が弱いから森保さんがもう表立って営業してるみたいなことですかね？はい。マジですか？だから要はみんなが思っているよりも監督の負担領域が森保ちょっと多い。GM みたいになっちゃってるってことですか？そう。だから今それこそだからざっくりその戦術の話とかも解決できるなって思ってるのは今年の冬っていうかこの12月か1月に、キャンプやるんですって、はい、国内組の、はい、そこから多分コーチ1人増えます、最低1人。そこで戦術解消されると僕は思ってます。本当っすか？一人でこれ当たったらもう一回読んで。わかりました。12月から急に戦術が良くなると。12月、1月から、あれ何だったの今までとかっていうのがだんだんグンっていくと思ってます。ポジショニングいいなとか、ちゃんと組み合わせ間違えないなとか、そういうふうになるってことですか？そう。それって誰かも分かってるんですか？予想は。予想っすか？あれですか？片野坂さんとか入るってことですか？そういうことですね。あり得るのは片野坂さん。あとは長谷川健太さんあたりか、もうちょい。コーチに長谷川健太さん入るんですか？入ると思います、僕は。それだって、優しい無能と怖い無能が2人になる。やめろもう時間切れだったんで、他の。やめろ。だけど、それも何かって言ったら、前回のそのハリル、西野、森保って流れの中で、ってなってるものとかも世の中たくさんあると思うんですけど、1個だけ確実に成功してるなって思えることはあるんですよね、JFA さんの中で。要は今までワールドカップいわゆる経験してきたとか引き継いできたって人が今まで誰もいなかったんです。それが今回初めて森保さんでできましたってなったわけですよね。引き継ぎ成功点。そう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 。だから次の監督はもう今年から入れるだろう。今年とかね。次もう入れるだろうなって。そのコーチが入ってこのスライド方式でずっとやっていくみたいなこと。そう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 。はいはいはい。そういうことも多分始めるだろうなっていうところで、多分そこの体制をよりこう刷新するためにっていうので何人か呼ぶだろうなっていうのはあり得るかなと思ってますね。でもだって、それこそ西野さんから引き継いだ森保さんが、3年間で積み重ねがねえって言われてるんですけど。いや、そうだね。いや、そうだねって言っちゃった。そうだね。そういやいや、これ引き継いでたら、他の国よりもかなり積み上げてるなって空気が出てないとダメじゃないですか。それで言うと。そうだね。そうだねって言っちゃいましたけど。そうだと思うよ。いやいやだって、なんで俺2年前の動画と同じこと言ってんだろうってなって、俺もう作れなくなってるんですけど、動画。いやー、レオさん、はい、一緒。これ僕が見る中でなんですけど、一番最初にそういわゆるね、ゲームモデルじゃないですか。を作ったかなって思うのは僕、広島なんですよ、10年前の。ミシャですか？ミシャ森安。まあ、プラス片野坂ですよね、要はね。今僕、代表でやろうとしてること、それなんじゃないかなってのもちょっと思ってる。だ代表のゲームモデルを作ろうとしてるんだけど、もともとやってこなかったのと、反発組織とかもあるからこそのアレルギー反応と、いわゆる彼はピッチじゃないところでも戦ってるだろうなってのが、僕は思っていますと。だけど、それがあまりだから、あまりにもアレルギー反応、反発がありすぎて、そんな変わってない原因とか要因に、まあね、間のそのコロナとかもいろいろあったり。変えられてないのは分かるんですけど、退化してるっていうのはどうなんですか？僕はそこまでは思ってない。あ、本当ですか？僕は思ってないです。データ的にもそこまでのことは出てない。まあ、データはそうですけど、その起きてる、まあ、現象として、例えばずっとポジショニング取れてた、まあ、サイドの高い位置の伊東純也が中に入っちゃいようになって、右サイドの攻撃が柴崎が幅取ってるとかいうようになってると、そういうのになると一番良かった時期は伊藤が右は張ってて、南野が左から入ってきてで、ちゃんと左肩上がりのバランス良くなってたのがそれがぐちゃぐちゃになったりとかありますね。現象分かってる監督だったらあんな風にしないと思うんです。でなんなら森保さんが伊藤と話し合ったっていうニュースが出た後に伊藤どんどん中入るようになってるんで、もうそういう選手を配置構造で考える考えがない監督が悪いループに入ってるんだろうなって僕は思ってるんですよ。なるほどね。俺それもあるけれども僕はもう1パターンあるんじゃないのかなとは思っています。なんかプラスアルファのやり方それぞれやらせようとしてて結局それがまだ混在してる状態なのかなっていう目線がある。だとしたらこれ言わないっていうのはどうなんですか？監督の職務として。あの人そういう人なんですよ。本当に森保さんとかこれ何人かがそうなんです。監督さんでいらっしゃるんですけど全部を俺によこせっていう、で他には言うなみたいな形で、あとなんていうんですかね、そういうこと言うといろいろバレるみたいなところの考えとかがあるのかなって、もしくは JFA が止めてるかな。なんかその、それは全然いいんですよ。だし俺も森保さんはそういう人だとも思ってて知ってた上でそういう人なら分かるんですけど、だとしたらそれでも現象を起こすか、結果、まあ、結果までいかなくても結果に近づいてるような現象を見せてくれっていう、普通に試合うまくいってなくて、吉田麻也が戦術ボード一人で触ってる時に横で手組んで 見られたりとか。そうですね。結局彼のもともと広島時代もそうですけど、個がレベルアップすればってところはやっぱりそこはもう戦術一貫関係なく変わらずにやってるところだなと思うから、個がちゃんとレベルアップさせられる環境を整えて、戦術を後々こうがっつりこっちで作っとくから後でみんなでやろうみたいな感じだな。戦術をがっつり作っとくから後でみんなでやろうはあるんすね。あるあるんすね。信じますよ俺は。じゃあ呼んでくれその時にはまた。本当にもうマジで俺もう無理だろって俺それ思ってるんですけど、あともしダメだったら逆に呼んで俺怒ってください。いやいや別にだって佐藤さんはね、いいとこ見ようとした被害者。被害者って言うの、被害者ってまだわかんないから。